TRPG はやったことない。 TRPG はやったことないです。マダミステリーとかもやったことない。マダミステリーが何だか分かんないぐらいあんまり分かんないです。はい、TRPG が どんな感じのゲームかは分かりますか？いや、あんまり分かってないです。あ、でもテーブル、はい、T ってテーブルですよね。うん、テーブルトップ、テーブル RPG、 そうっていうことだけ知ってます。まあ、テーブル上である RPG、はいはいはい、RPG っていうのはロールプレイングゲーム、キャラクターをなんか作ってそのキャラクターになりきって、まあ、演じてそのキャラクターを、うん、はい、このキャラクターだったらどうするのかなみたいな、うん、してなんかみんなで協力して何人かでやって敵とかこう謎的なものが出てきて立ち向かうみたいなシナリオが多いんですけど、はい、今回の片白はプレイヤーが1人、自分だけ、そしてキャラクターがその本当は作るんだけど今回作るキャラクターが自分。あ、もうだからロールプレイというより自分自身ってことですね。そうだから、これから訪れる困難とか、まあ、敵とかに自分だったらどうするか、あ、なるほど、私だったらこういう状況こうするし、こういう状況になったら喋る、こう喋るだろうっていうことを言えばいい。あ、わかりました。ので、まああんまりゲームって思わずに、はいはい、私がこの状況になったらこうするっていうことをやればいいかな。わかりました。なのでこれからキャラクターを作るんですけど自分を作ります。はい、STR は力の強さ、筋力、これが平均50で最低15、最強で90。まあ、じゃあ20。20はやばいよ。え、じゃあ30で。30、力自信ない。力ないですけど、なんかありますか？はい、どんぐらい貧弱かみたいな。なんか握力とかは14とかです。14？ はい、14。そうなんですよ、なんか前とかも起きた時にボタン外せないからいつも親にパジャマの外してもらってて握れなくて。ちょっと待って、寝起きは貧弱すぎる。25かも。20。今でも今でも、いや今は外せはするんですけど、ペットボトルとかは開かないですね、結構朝は。おわ、ま、うーん、ま、それでも30かな。まあ、じゃあ30で、はい。次は CON、 これは耐久力、体力かな。体力とか健康さ。あー、なるほど。まあ体力やね、つまりで平均50ですよね。これもね、そう、平均50の最低15、最高90。まあ40ぐらいで、じゃあ少し不健康、少し不健康というか体力は、まあ一旦一回家から出た日は1時間外出たらもう配信できないです。疲れて配信できないからベッドで伸びてるぐらい。くたわる1時間って。ね、結構弱いな、それは。風邪とかは引く？風邪引きやすい。最近引いてないですね。なんか外出てなさすぎてあんまり菌を見つけてないかも。ウイルス的なもの。抗菌室みたいになってるね、自分で。そうなんですよ。まあまあ、じゃあ40で。で、APP は？え、90。あ、じゃあ90で。90って書いててください。はい。まあ、これはなんか、まあ、大丈夫です。はい。はい。はい。まあ、調べてください、終わったら。これ信用は、信用なんですけど、はい、これ社会的な信用で。社会的な信用、はい、お金のことです。これ金がどれぐらいあるかなんですけど、0が一文なしね、はいはいはい、うん、で80が釈迦さん。これで自分の値を入れる。80が釈迦さん、80が釈迦さんだとして0が一文なし。振りづら。じゃあどれぐらいか、はい、じゃあ20で。おー、4分の1ぐらいと。いやいやいや、なんかそんな言い方怖くない？ね、なんかね。20はちょっとなんか。え、20低いかな？結構。4分の1って考えたらだいぶ高くない？結構差あるんだな。なんか謙虚だな。ウィスポの中で。え？ウィスポの中結構差あるんですね。ね、もうもう確かに。じゃあ、いやでも20だな。だって4分の1や。4分の1でしょ。結構リアルな数字出したと思う。そうなんだ。イメージ、ね、じゃあ30で、なんかなんかね、雰囲気悪くない。こういう感じなんだ。 TRPG って初めての。まあ、はい、発射面談の後に山奥に連れて行かれたの。はい。じゃあこれ山自然振りますか。じゃあ山自然、これ自然振りますか。じゃあ自然ね、山で生きてきたってことでしょ。で山で、でも1ヶ月でストレス値カンストして血尿出て家に送られました。もう一回送り返された。これ本当だったんだ。これ、あ、そうですよ、本当です、本当です、本当の伝説だったんだ。
全部ちゃんと本当の話なんで、逆にそのこと話しすぎて、うん、YouTube してることリアトミバレましたもん。山話してる内容で、え、この山のあれって、そう、山のあれとか周りの人間のなんか特定された、それで、そう、人間関係構成とかで特定されました。浦和さんはちなみに免許持ってないです。免許持ってないですね。いや、でも教習所は卒業してるから、まあ無面の世界が許されないギリいける。どういうこと？教習所なんで教習所出てるのに免許持ってるの？教習所出た後に免許落ちたっす。で、あの期間切れて僕は最初からになりました。そんなことあるんだ。最後の最後で試験失敗みたいな。今のところ私しか見たことないですね、周りで。もったいなさすぎる。4年社交に行ったやつを知ってるけど。やばすぎる。やばすぎる。その人には負ける。その人には負ける。海外にした方がいい人なんだけど。4年？ 4 年じゃなかったの？ 4 回だったから。絶対安定しないでほしいけどな。いや、行くのやめてみたいな。途中でもだるいからええわみたいな。で、なんか何回も行ったはず。バケモン。うちも落ちた日に親から家に帰ってくんなって怒鳴られて、泣きながら帰った。19歳で外で泣きながら帰った。運転ちょっと振ってもいいかもな、でも。知識ある。運転ちょっと振るか。では、この後動画が流れるんですが、それが終わって私が話し始めたらスタートです。OK です。シンクトゥルフ神話 TRPG 片城始めていきます。あなたは目が覚めると病院のベッドにいました。どうやら手術室みたいですね。頭がとにかく痛くて体が思うように動きません。どんな感じかやってもらっていいですか？めっちゃ頭が痛いみたいなことですか？はい、頭痛くて体動かない。頭痛い痛いって言ってたら男の人が部屋に入ってきました。誰だ？気がついたようだね。はい。私誰かわかる？いや、どちら様ですか？お医者さんですか？ああ、私医者だよ。はい、君はね、雷に当たってこの病院に運ばれてきたんだけど、覚えてるかな？いや、雷に、いや、全然覚えてないですね。じゃあここで一回アイデアを振ってみましょう。アイデア？やっぱりいいですね。はい。おお、成功。では、強い光を浴びた記憶があります。だがそれより前の記憶がない。常識とか社会的に生きていくための記憶はあるんですが、それ以外自分のことについて覚えてないですけど、まあそうですね、何かじゃあ自分にとって一番大切なことを一つだけ覚えてることにしましょう。何覚えてますか？一番大切なこと。自分にとって大切なこと。一番大切なこと。一番大切なこと。こういう状況でも忘れないであろう大切なこと。好きなものとか。好きなものとか、次の、うん、もう少し後に、本当にどうでもいいことでもいいですかこれ？どうでもいいことでも、何でも。あ、もうちょっとしたら発売するスパイファミリーの新刊があるっていう。スパイファミリーが好きだったことでいいんじゃないですか？あ、はい。はい、スパイファミリー好きだったことを思い出す。もうすぐ発売だったなと。はい。いうことだけが急に脳に浮かんできた。うん。はい、ああ、君名前は？君名前は。名前はわからないです。名前わかんないか。どこに住んでたか覚えてるかな？どこに住んでたかも覚えてないです。そうだな。君は自分に関する記憶を失ってしまってるみたいだね。はい。少し検査した方がいいと思うな。体も本調子じゃないかもしれないけど、まあ、しばらくすれば動けるようになるんじゃないかな。本当ですか？まあ記憶もそのうち戻るだろう。ああ、よかったです。そうだな。3日ほど入院してもらえば、まあ、治してみせよ。はい、わかりました。3日、お願いします。ただちょっとお願いがあって。はい、お願い。お願いというか申し訳ないことがあるんだけど。はい。ちょっと病室に空きがなくて。病室に空きがなくて、はい。申し訳ないんだけど、ここで3日間過ごしてもらってもいいかな。あ、この手術室でってことですか？ちょっと時制も時制で、空いてなくてね。全然大丈夫です。手術台で寝ていいんだったら大丈夫です。まあまあ一応ベッドではあるからね。はい、いや申し訳ない申し訳ない。はい、そうだな。じゃあ早速治療を始めてこうと思うんだけど、はい、まあいきなりこんなとこで目覚めて不安だと思うんだけど、はい、なんか聞きたいこととかあるかな？
ところで目覚めて聞きたいことは、うん、特にないんですけど、私のことを、うん、探してる人とかっていないんですか、うん、なんかそのちょっと今自分のことを思い出せないから、うん、でも自分と関係があった人は多分いると思うんですけど、そりゃそうだろうね。そう、なんかそういう人から連絡が来てたとか、持ち物になんか自分の身分を証明するようなものがなかったですか。今のところ病院には誰かから連絡が入ってるってことはないね。ああ、なるほど、うん、じゃあ君も持ち物あったと思うんだけど、雷で焼けてしまってたね。ああ、なるほど。あ、じゃあ、まあ、今のところはちょっと記憶が戻るのを待ってみるんで、そうだね、今は大丈夫です。もう私としてもね、ちょっと記憶戻ってもらわないと。そうですよね、ね、治療費がもらえない。あ、そうですね、そうだ、確かに。まあ、いろいろ思い出してこう、はい、身分を特定していかないといけないね、まずは。はい、そうですね、うん、それでまあ治療を始めていこうと思うんだけど、はい、ちょっと私ちょっと好きなやり方があって、はい、治療の一環としておしゃべりをしようかなと。おしゃべり、はい、うん、おしゃべりは好き。 あ、おしゃべり全然好きです。おお、じゃあ早速おしゃべり始めてもいいかな。はい、お願いします。よーし、よかったよかった。君は囚人のジレンマというのは聞いたことあるかな。ないですね、囚人のジレンマ初めて聞きました。もしかしたら忘れてるだけかもしれないね。あ、そうですね、うん、じゃあ君と私が仮に共犯だったとしよう。なんか一緒に犯罪を犯した、はい、そして君と私は黙秘をするか自白をするかを選ぶことができる、うん、そこでこの表を見てほしいんだけど、うん、囚人 A が黙秘し、囚人 B も黙秘した場合、懲役はお互い2年だけだ。そして囚人 A が黙秘、はい、囚人 B が自白した場合、囚人 A が10年、囚人 B は0年の懲役になる、うん、自白したら入らなくていいってことだね、はい、そして囚人 A が自白、囚人 B が黙秘した場合は、逆に囚人 A が0年、囚人 B が10年の懲役になる。あ、はいはい、そして2人とも、うん、自白した場合、囚人 A も自白、囚人 B も自白だった場合はお互い5年の懲役になる。うーん、意味わかったかな。あ、わかりました。おー、じゃあ一回君と私これやってみよう。はい、せーので、黙秘か自白を言う。はい、わかりました。おー、もうどっち言うか決めた。はい、早いね、はい、じゃあ行くよ。はい、せーの、自白。おー、お互い5年刑務所だね。はい。おー、なんで自白選んだの。自白選んだ理由、まあ、年数で言ったらお互い黙秘が一番短いですけど、うん、そうだね、結局2年で出てきても、うん、なんかその後ずっと黙秘してるか限らないのと、あと気持ちよくないかなっていう。おー、怖くないですか。なるほど、なるほど。ずっと忘れられないことがあると、うん、嫌なのと、うん、まあ、相手を信用できないし、出た後の話、今は、はいはいはい、その一緒に黙秘しておいて短くしようってなるかもしれないけど、うん、もう何があるか分かんないんで。なるほど。その後に、はい、私のことはそんな信用できない。うん、まあだし自分も楽になりたくて言っちゃうかもしれないから。あ、それだったら最初から自宅で、まあ、5年の方がいいかなっていう。自分がそうだから、まあ、相手もそうかもしれないと。うん、なるほど。まあこの年数というよりかは罪を黙ってられない。そうですね、ってところなのかな。あ、はい、なるほど、なるほど。君はもしかしたら記憶があった頃は、まあ、潔いというか正義感が強い人間だったのかもしれないね。かもしれないですね、うん、どうなんですかね。それだけ後ろめたく感じるってことは、きっとおそらく君は、まあ、犯罪を犯してない、多分いい人だと思うよ。ああ、よかった、ありがとうございます、うんでもこうやって話してると自分がどういう人間だったかっていうのを思い出してくるんじゃないかな。確かにそうですね、まあ、犯罪者ではないと思いたいですね、うん、自分はなんとなく思い出してきた。はい、お互い5年か5年。私が黙秘してたら、はい、まあ、私が10年入ることになってたんだけど、そういうことはあんまり考えなかった、はい、そういうことはあんまり考えなかった。うん、まあ、囚人、いや、もう一人の囚、うん、もう一人の囚人が人による、うん、いや、よるかな、どうなんだろう。おー、じゃあめっちゃ仲いい人だったら、友達みたいな。めっちゃ仲いい人だったら、うん、君の一番大切な人、一番大切な人だったら、うん、共犯して、まあ
一気に捕まって、まあなんだろう、お互い牧師よみたいなことは言えずに、話すこともなくってことですよね、うん、急に黙秘か自白を迫る。それだ、いや一番大事な人だったら黙秘するかも。おお、その人との関係性によれます、うん、なんだ、黙っててくれそうみたいな。一番大事な人だったら、うん、いやこれもう自分の考えですよね、うん、そうだ、考えだったら一番大事な人なんだったら黙秘して相手が自白しても、うん、それは仕方ないなと。いや、なんだろうな、もう、なんだろうな、自分が自白して相手が黙秘してるっていうところの状況を一番潰したいから自白しない。あー、相手が一番 、ね、大事な人なんだったら、その自分だけ自白、相手が黙秘なのが一番辛いんで、大切な人に裏切られたと思われたくない、はい、そうですね、裏切りたくないし、うん、裏切られたと思われたくない。なるほどなるほどね、はあ、まあ今回、まあ、最初の例で言うと、まあ、私だったから、まあ、どういう人かわからないから、はい、自分と同じ場合で考えたよね、はい、私だったら黙ってられないから、まあ、信用できる人だったら黙ってるかも。信用できる人だったら黙ってますね、うん、なんかそれでなんかやっぱその後のことを考えちゃうから、なんか報復とか来ても嫌だし、うん、うんうん、じゃあ黙秘するかな。そしたら、お、大切な人の顔が思い浮かんだ。はい、お、思い出してきたね。じゃあ、うん、いやいや、でも分かりやすかったよ、すごい。あ、ありがとうございます。なんていうか、言葉にするのがうまいね。ありがとうございます。なんか考えがね、すごいすっと入ってきたよ。ありがとうございます。もしかしたら生前は何だろうな、生前は死んでないけど、記憶をあった時はなんか喋るのが得意だったのかもしれないね。かもしれないですね、うん、説明がうまい。いや、いい話だったよ。私そろそろ外来の患者を見に行かないといけなくてね。あ、そうなんですか。うん、もう行かないといけないんだけど、今のうちになんか聞いておきたいこととかあるかな、はい、聞いておきたいこと。ああ、もう行っちゃうけど。もう特にないですけど、うん、なんか暇なんで誰か他に来たりすることあるのかなっていう。まあ夜と、まあ午後になったらもう一回来るよ私。ああ、わかりました、じゃあ大丈夫です、うん、午後まで待ってます。ちょっと暇だと思うんだけど、はい、はい、安静にして待っといてくれると。はい、ゴロゴロしてます、うん、じゃあ失礼するよ。はい。それと男は部屋から出ていきました。あなたは今手術室のベッドの上にいます、はい、体が重く頭が痛いんですが、手に届く範囲のものだったら調べることができそうです。じゃあ調べようか。台の上には器具が並べられている刃物の類はない。ここで何かこの器具に対して使えそうな技能があれば、成功したときに追加の情報をお渡しします。器具に対して、うん、じゃあ知識。ああ、いいですよ、やってみましょう。あ、ちょっと待ってください、この上のやつ見てからでもいいんですか、はい、見てからでもいいんですか。あ、でも別に何回でも見れ、何回でも使えるんですかこれ。別にこっちに知識使って、このこっちに知識使うみたいな。ああ、それはできます。知識は何回でも、はい、決して知識使います。なくなるものではないので、はい、知らないものでしたね。詳しくないです。まあまあまあ、このような機器が出されているということは非常に危ない状況だったんだろうか。数字が2つ表示されている97と98。ここも何か技能があればモニターに数字が2個。じゃあもう一回知識。はい、知識以外、ほん、いや知識で、じゃあいいですよ。あ、危ない。おお、成功しましたね。ああ、ありがとうございます。まあまあいいですよ、これは。はい、すいません。まあ普通こういう機械っていうのは心拍数とか血圧とか、そういう異常を知らせてくれる装置だと思うんですけど、はい、この装置が現状自分にはつながってないということが分かりました。はい、あ、自分につながってない。じゃあもう大丈夫なの。つながってない。はい、あれ、誰かいるの。あ、はい。あ、こんにちは。こんにちは。僕隣の部屋にいるんだ。あ、はい。あ、ごめん、名前言ってなかったね。僕、千尋、9歳。はい。お姉ちゃんは？私は今、誰なんだろうっていうところですね。どういうこと？どういうことかっていうと、今、9歳。今、ちょっと事故に遭っちゃって、うん。自分が誰だか分かんなくなっちゃってるんだよね。
あ、記憶がないってこと？そう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 。あ、そういうこと。そうなんだ。君もか。君も？あ、僕はさ、記憶あるんだけど。うん。ね、そこに入る患者さんってみんな記憶がないって言うんだよね。え、そうなの？うん。あ、僕ね、入院してて。うん、2年ぐらい入院してるんだけど、うん、事故に遭っちゃって、うんうんうん、交通事故で、うん、そう、結構大きな事故だったからさ、うん、ひどいことになっちゃってて、それで入院しててね、うん、そう、だから隣の部屋にずっといるんだけど、うん、なんかそこに入る人ってそう記憶がないってみんな言っててさ、うん、うん、だからそういう人が入る部屋なんだと思うんだけど。あ、そうなんだ。じゃあ今まで来た人とかも、うん、その事故にあってみたいな感じだったってこと？うん、確かそんな感じだったと思う。記憶って意外ともろいな。なんかお姉ちゃんは覚えてることとかはないの？いやー、なんか、うん、こ、気を失う前になんか強い光をなんか見たような気がするなぐらいで、もう本当にちょっとしか覚えてないんだよね。そっか、お名前とかもじゃあわかんないんだね。ジャンプ思い出せよ、ジャンプ。名前わかんない。そっか。まあでも多分お姉ちゃん退院できると思うよ。あ、え、あ、今までみんな退院してたからってこと？うん、っていうか僕のお父さんって名医なんだけど。あ、お父さん、はい、うんうん、あ、そう、さっきお話ししてた人、僕のお父さん。あ、そうなんだ。うん、なんだっけな、なんか脳神経なんたらみたいなやつのお医者さん。脳のお医者さんなんだ、頭の。うん、うん、そう。で、お父さんね、僕のこともね、治そうとしてくれてて、うん、そう、ずっとね、諦めずにやってくれてるの。あ、そうなの。うん、だから多分退院できるとは思うんだけど。じゃあ結構すごいお医者さんなんだね、お父さんは。うん、そう、お父さんね、名医だからね。あー、じゃあよかった、安心だ。うん、なんかさ、うん、僕さ、体が治ったらね、うん、お父さんみたいなお医者さんになりたいって夢があってね。うん、それでね、たくさんの人をね、助けたいの。めっちゃいいじゃん。ねえ、ほんと？うん、めっちゃいいと思うよ。叶うかな。いやー、叶うでしょ、そのもうやる気があれば。そう、僕やる気だけはね、あるからね。やる気が一番大事だよ。そうだよね。じゃあ頑張らないと。頑張って。お姉ちゃんも早く記憶治るといいね。うん、うちも記憶を治すというか記憶を取り戻すために頑張るわ。じゃあ、うん、じゃあ一緒に頑張ろうね。うん、一緒に頑張ろう。という話をしていると、疲れてたのか、急に眠気が襲ってきました。あなたは泥のように眠りに落ちます。おやすみ。いや、おはよう。え、おはようございます。え、おはようございます。ずっとどうかしたの？いや、なんか目が霞んで。目が霞んでる。ドライアイかい？ドライアイ、まあ、目が悪いから、はあ、目の調子悪いのかな今日。なんか変わってるのかな、いつもと違う。なんかいつもより、うん、なんて言うんだろう、ちょっとそうっすね。どんな感じ？なんかもやかかってるじゃないけど、ちょっと白黒っぽいというか、色が認識できない。あ、色が分からなくなった。はい。あ、なるほどね。他に何か症状は？他に何か、先生の、はあ、先生の姿もちゃんとはっきり見えない。私の姿がはっきり見えない。はい。ぼやけてるのかな？ぼやけてるっていうか、ぼやけてます、うん、ぼやけてるのか。はい。うん、視力が悪くなって色が見えにくくなってる。うん、ちょっと落雷の衝撃でちょっと調子が悪いのかもしれないね。かもしれないです。うん、まあこれはまた後で検査するよ。はい、お願いします。うん、他に何か変わったことはあったかな？他に変わったこと？ああ、
昨日めちゃめちゃ寝てたけど私来たら君ああ変わったことはないですね。あでもあの、うん、隣の部屋にお子さんいるんですね。ああ千尋。ああそうですそうですそうです。何か言ってたかな千尋は。あいやなんかあの、うん、事故にあって。ああそうだね。隣に入院しているのかなっていう話とか聞いたりしてました。あ、うん、そうだお話ししてくれたんだね。じゃあはい。ああそれはよかった。千尋もね、うん、入院かなり長くなってきたから。はいはいはい、うん、話し相手になってくれると助かるよ。あ私も助かりました暇だって言ってたもんね昨日。マジで暇してたんでちょっと話してたの寝ちゃいました。まあまあ暇つぶしがてらまたお話ししてあげると千尋もきっと喜ぶよ。あ、はい、ありがとうございます、うん、他になければ今日もお話ししようじゃないか。じゃあ、あ、じゃあお願いします。君はそうだね、テセウスの船というのは聞いたことあるかな。テセウスの船、うん、は聞いたことないっす。ないか、ね、テセウスの船というのはパラドックスの話なんだが。はいはいはい。あ、テセウスが乗っていた船がありました。古くなったパーツを、はい、だんだん新しいパーツに置き換えていって、結果最終的に全てのパーツが新しいパーツに置き換えられました。その船は前の船と同じ船と言えるのだろうかというパラドックスの話なんだが、君はどう思う？なもうパーツがね、元のパーツが残ってない、全部新しいパーツに変わっちゃった。同じ船なのか。まあもう同じ船ですね。どうして？まあ物なんで形が同じだったら同じかなっていう。形が変われば別のものになる。形が変われば別のものですね。おお、じゃあこの船の、はい、先っちょ、はい、別の形の先っちょに変えた瞬間に別の船になる。うん、確かにそう言われると難しいな。でもこれって、うん、パーツを全部取っ替えるわけじゃなくてちょっとずつ取っ替えていくってことですよね。そうだね。だったらまあ同じ船かな。っていうか、うん、パーツ1個だけ置き換わるぐらいだったら同じかもしれないです。どこで変わるのかな。ちょっとずつ変えていくんだったら、はあ、別の船じゃない。どこを変えてもちょっとずつだったら、ちょっとずつ変えるんだったら、全部をまるっと一気に変えるんだったら別の船だけど、うん、ちょっとずつ変えたら、ちょっとずつ変えたら、え、これ自分がだって乗ってたら、うん、自分が船員だったとして、うん、あなたがちょっとずつ変えていくわけじゃないですか。あ、ここボロくなったから変えようみたいな、はい、うん、でもそのパーツを新しく変えても結局そのパーツにその自分たちが使っていく名残みたいなのは残っていくじゃないですか。どんどんこう上塗りされていくみたいな、まあ、パーツが経験積んでいく的な。あ、そうですそうです。感じかな、経年劣化的な、うん、だったらなんか別に別の船じゃない。あー、なるほど、っていう認識。なんか伝わるかわかんないですけど。いやいや、わかるよ。自分の愛着というか、うん、そのものへの気持ち次第で別のものになるかどうかが変わる。あー、なるほどなるほど。ついでいってるというかね。はい。で、新しいパーツもなんかこう経験というか、まあ記憶というか、うん、なんかそういうものが積み重なっていって、うん、ってことだよね。そうですね。ついでいって、ついでいって。はあ、なるほどなるほど。いや、分かりやすいね、それは。ああ、ありがとうございます。最初見た目って言ってたけど、考えてみればそういうことだった。そうですね、今見た目って言ってたけど、確かにその先っぽだけを変えたらじゃあ違うのって言われたら、うん、ちょっと違う、そうじゃないなってなりました。今、おー、なんか賢いねなんか早えってなっちゃった、こっち聞いてて。ありがとうございます。すごいなんかインテリな答えだと思うよ。あ、本当ですか。知性を感じます。そうかなありがとうございます。なんか昨日もそうだったけど、言葉にするのがうまいね。あ、本当ですか。うん、分かりやすかった、言っていることが伝わっててよかったです。うん、まあ、つまりこのテセウスの船がテセウスの船であるのは、うん、まあなんだろうな、継いでいるものというか経験とか記憶とか、うん、そういうのが大事。うん、です。うん、まあ、物でね、ないといえばないけど、まあ、でも使ってる人の愛着とか、うん、 そうだね、そっちの問題かなっていう。ああ、なるほどなるほど。いやー、やられたねそうなんですか。先生だと違う船になるんですか。あ、私もね結構似てるかも、考え方。あ、
本当ですか、うん、私はねパーツ置き換わったとしてもまあ同じように船一緒に旅した記憶っていうのが船自身に残ってると思うから、まあ、あんま医者っぽい答えじゃないんだけど、はい、あ同じですねでも、うん、それは、まあ、物に記憶はないと思うけど同じ船なんじゃないかな。だから考え方はすごい似てると思うよ、うん、はい似てますね。ね1日目も2人とも自白したしね確かに、ね、そうだ。いや私もなんか悪いことしたら黙ってられないタイプだなと思ってたから。あじゃあ先生と結構似てますね。ねいや結構この話をはい、まあ、 あの治療の一環としてすることが多いんだけど、この私なんだろうな記憶に問題がある人とかよく来るので、はいはい、ここになんかこう迷う人が多くて、あ、うん、別になるのか最初は同じなのか、まあ、同じ船だって言ってたけど、うん、じゃあ先っちょ変えたらどうなのみたいなことを言うと、うん、みたいな結構長く考える人とかもいるから、なるほど、うん、確かになんかスイスイ言葉が出てきてすごいなと思ったよ。あ、 ありがとうございます。あ恐れ入りましたとんでもないです恐縮です。いやいい話が聞けたけどそろそろ私また外来の患者を見に行かないと、はい、あ、行ってらっしゃい、うん、今日聞きたいこととかないかな、はい、今日聞きたいことはないですけど、うん、このなんか3日ぐらいでなんか治るかも ねみたいな感じだったじゃないですか最初目安が、うん、ちょっと今2日目でちょっと目の調子っていうかこう目の調子が悪いのかその目から入ってきてるものをちゃんとうまく頭が処理できてないのか分かんないですけど、うんうんうん、ちょっと調子が悪いから大丈夫かなっていう目の2日目にしてちょっと悪化を感じてるから今、まあ、場合によっては少し長くなるかもしれないけど、はい、まあ、一旦明日になって調子を見てからかな。あ、分かりました。じゃあちょっと明日を待ちます、うん、まあ、午後になってまた、あ、はい、目の方も見てみるからどこに異常があるのか探してみよう。はい、それじゃあ失礼するよ。はい、ありがとうございました。そう言うと男は部屋から出ていきました。変わらずに体は重たいんですけど昨日よりかは動けそうですね、少しだけ歩いて気になるものを調べることができそうです。じゃあちょっとこの棚を見てみようか。え患者の名簿と思わしきものが収められて適正率、まあ名前がずらーっと並んでてその横に適正率と書かれた数字が2つ。ただ先頭は空欄でした。かなり資料自体はいっぱいありますね。ここもスキルで調べることができます。一旦ちょっと先に左見ます。はい、温風で体温適温に、めちゃめちゃ理解力あるな。全然疑問がない。これ気になるな。ここも調べれますよ。なんかなんだろう、何を加温装置ですね。だってこれは資料なわけだから。あ、どこ右から調べますか。あ、右です、右です。はいはいはい。だってこういう右のとかって資料だから使えるスキルとかって、うん、なんか対人系じゃないやつですよね。まあまあ言ったら知識とかになってくる、うん、知識でもいいかな。逆にこういうのって知識以外で使うタカあるんですか。資料を調べるなら図書館とか怪しいところがないか目星で探なんか資料を探るとか。ああ、そういうことか、うん、じゃあ図書館使ってみます。いいんですか。もうまさに資料を調べるためのスキル。うわ、エクストリーム成功、うん、これいい成功が出ましたね。資料自体は、うん、まあ、1000人とかそういう数の名簿があるのと、うんうんうん、走り書きが見つかりました。資料から走り書き、両方の適性を持った人間が見つからない、引き続き患者から高い適性率を持った人間を探すと書いてありましたね。あ、なるほど。これ、はい、でこのこういうこのもの目に対して使うんですよね、うん、全部これって目以外にも使いたい。私がやることなら例えばこの今の適性率、はい、どっちの適性率も高い人を引き続き探すっていう、うん、まあ、誰かが書いたメモを見たから、うん、この病院の自分のこの部屋の外側で何か話してないかなの聞き耳とかってあるんですか。できます。ああ、できるんだ。じゃあやるならいや、もうその場でやり、あなたがやるだろうことならやってもいい。ああ、じゃあやります。どう聞き耳立てるかな。じゃあどう聞き耳立てる、うん、どこに聞き耳を立てる。ここの場でも、いやでも別にな、今聞き耳立てても分かんないか、外にいないと。
え、でも聞き耳使うとこって他どこ？まあでも怪しいと思ったなら、まあじゃあ一旦これ何回も使えますもんね。うん、そう、何回も聞き耳立てれるわけだから、私はもう1日1回もこのドアで聞き耳立てます、はい、このドアに向かって、ドアに向かって1日1回やりますこれこのドアは、千尋が話しかけてきた方向のドア、いや廊下側、医者が出てった側、あ、一応そっち側に千尋いるから反対側、医者出てった側にしますか。医者出てった側にします、うん、そうですね、ハード成功なんで変わった音がしないというか人通りがない、あ、誰もいないんだ、うん、音がしないということが分かりました。じゃあ何も、はい、これこのドアから出て行っちゃいけないですかね。ああ、千尋側の部屋ってこと、あとか外側、外側ですね、部屋の外は体力的に無理かな、体が動かない、わ、あ、そっか、動かないんだ、うん、じゃあもう結構もうヘロヘロです、はい、じゃあもう大の字でまだ過音措置調べてないよ、そう、まだ、え、過音措置調べてない、ああ、ここにスキル使います、まだ過音措置なんか自分が調べるかな、多分どうでもいいって思いそうだけど、なんか、おお、まあでも直感が告げてるから、直感が告げてるから、なんか見ようかも、じゃあ知識で、はい、まあ興味なかったですね、やっぱり、まあ興味ないですね感音装置は、はい、風出てんなぐらいに思ってました。じゃあ、はい、風出てんなだけなぐらいで、お姉ちゃん、はい、起きてた、起きてたよ、調子どう、調子はね、悪いね、悪い、え、どこ悪いの、まあ目が疲れてるぐらい目、うん、うん、疲れてるってどういう感じ、どういう感じ、うん、まあ、ちょっと目見えにくいなーって感じ。あー、目が見えにくいんだ。まあ、でも寝たら治るかも、ギリギリ。そっか、そういう症状って僕初めて聞いたな。まあ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 、まあ、そう、そうか、うん、じゃあお姉ちゃんダメかもしれん、明日生きてないかも、ね、なんでよ、そんなことないよなんでそんなこと言うの、いや、明日生きてないかもしんない、ねえ、やめてよそんなこと言うの、絶対やめて、分かった、ごめんごめん、生きてる生きてる、うん、普通に生きてる、明日も、うん、いいよ、じゃあ、うん、なんかさ、その目が悪いみたいなのってさ、うん、その部屋にさ、うん、あの結構僕その部屋に入ってくる人とこうやってね、うん、お姉ちゃんみたいにあの壁越しにお話しするんだけどさ、うん、なんか、うん、目が悪いっていう人はいなくて、うんうん、頭がねぼーっとするとかさ、うん、なんかあんまお話が通じない人とか、うん、なんかそういう人が多かったんだよ、言ってください、あ、そうなんだ、いや、じゃあお姉ちゃんこれ目が悪いと思ってたけど、うん、頭悪いかも、もしかしたら目か頭のどっちかが今ちょっと体調悪いかな、具合が、でもちゃんとね言ってることは分かってる今、千尋くんの、でもそうだよね、うん、なんかそう、その部屋に運び込まれた日はね平気なんだけどさ、うん、次の日になるとお姉ちゃんみたいに僕と会話できなかったりする人もいたからさ、うん、だからお姉ちゃんがそうなっちゃうんじゃないかなって思ってちょっと心配だったんだけど、いや怖いこと言わないでよ、そうだよね、ごめん、でもお姉ちゃんは話せてるから大丈夫かなって、うん、大丈夫だ多分いや、わかんない、2ヶ月前、まあ、大丈夫だと思う、と覚えてるか、大丈夫だよね、大丈夫なんか、うちお前は、まあでもお父さんが多分直そうとしてくれてるから大丈夫だとは思うんだけど、譲らなそう、まあ、かなり譲らなそう、確かにちょっと試しになんか簡単な掛け算じゃったらちょっと出してみて、問題で掛け算、ね、僕掛け算習ってないか、ごめん、そっか、小1から学校行ってないんだ、まあまあ、そうだ、9歳だったっけ、あのね、うん、そう、9歳で学校行ってない、2年くらい入院しててね、うん、だから、あの、あんまりよ、あ、そっか、うん、お勉強ってできてなくて、あー、なるほどね、全然大丈夫、掛け算とか使わんから気にせんでいいよ、うん、ごめんね、使うだろ、うん、ごめんごめん、うん、なんかさ、僕さ、うん、実はね、うん、目がね見えなくてね、うんうんうん、うん、そうで体も事故で全然動かせなくて、うん、だからあの
お勉強とかはさ全然できてないんだ。ああそうなんだ。え、まあ全然いいんじゃない。だって、まあ、今まだ9歳だから、うん、こっからだよ。そうかな。いや全然目見えてない人とかでも全然頭のいい人がたくさんいるし、うん、まあ、もう9歳なんて普通にさ、あの健康な9歳も頭悪いから大丈夫、気にしなくていいよ。そうかな。うん、じゃあ気にするのやめる。うん、気にしなくていいよ。うん、分かった。うん、じゃあさ、うん、あそうだ、記憶ってどう、なんか思い出したことある？いやーなんかね、お名前とか思い出せた？まあ、スパイファミリーの新刊がもうちょっとで出るぐらい。スパイファミリーっていう漫画があるんだけど、お姉ちゃん大好きで、うんうんうん、結構。うんうん。まあ、それの新刊を待ち望んでた記憶だけ、うん、なんか思い出したね。漫画か。うん。僕漫画って読んだことないんだよな。あ、そうなん。うん。まあまあまあ。自分で見れないしさ。うん。事故になっちゃう前も。あんまり見たことないんだよな、うん、まあ、え、じゃあさ、はい、あの私が僕が治って、うん、お姉ちゃんも退院したら、うん、そのスパイファミリー、うん、っていうさ漫画さ、うん、読み聞かせてよ。あ、いいよ全然。え、ほんと読み聞かせて少ない。あーじゃん、 TRPG 好き、まあ、スパイファミリー、あいみゃん、かたしの好き、うん、まあ、スパイファミリーより、うん、なんか面白いと思いそうなやつチョイスして読むでもいい。あ、いいよいいよ、うん、うが選んでいいなら、うん、え、選んでいいよ選んでいいよ。なんかさ面白いさ漫画とかさあったらさ、うん、僕にさじゃあ読み聞かせしてくれる？あ、全然いいよやったありがとう。うん、もううちが治ったらじゃあ読み聞かせるね。あ、絶対約束ね。うん、ありがとう。うん、そういう話をしているとまたあなたは疲れてたのか深い眠りに落ちました。おやすみ。じゃあおはよう。おはようございます。おお、なんか今日は顔色がいいね。なんか今日調子いいっすね。もうめちゃめちゃ調子よさ、はい、すごい元気そうじゃん。調子いいかも。いやだ、私に任せてけど大丈夫って言ったじゃない。あーよかったです、3日目よくなって。私はメインだからね。あーよかったです、任せてて大丈夫よ。はい、うん、今日なんか変わったことあったかな。変わったことは特にないですね、うん、大丈夫か。あ、てかあの昨日そうだ、あのお医者さんいなくなった後に、うん、なんかちょっと静かにしてたんですけど。静かにして偉いね。あー、もう静かにシーンっていう時間があったんですけどなんか外とか全然何も音聞こえんくて。まあまあそりゃそうだろうね。え、なんか寂しいんですけど、あんまりなんか病院って人がいっぱいいるんじゃないんですね。まあ角部屋だからねここ。あ、ここ角部屋なんだ。もう人通りはあんまないかな。そう、なんかちょっと寂しいなって思ったぐらいでしたまあ手術室ではあるからね一応。ああ、まあそうっすね、手術室だからそのガチャガチャしてないか、うん、あんまり人通ることはないよ。ああ、急患とかいたらもちろん通るだろうけど。なるほど、まあそれぐらいです。なんかあまりにもシーンとしすぎててちょっと怖かった。そう、孤独感をはい、まあ、病院なんでやっぱ夜ちょっと怖いなぐらいの。まあまあまあ、はい、その割には結構ぐっすり寝てたような。まあなんか気づいたら寝てましたねだいぶ寝てたね。ここ結構寝心地いいですね。うん、いや、手術室とは思えない手術室とは思えないですねああ、まあまあでもね、元気になったらもう退院しないと。はい、今日の午後にはもう退院だから。あ、マジですか。うん、わ、よかった。もうあとは記憶を戻すだけだね。確かに、そうですね、体も元気になったし。はい、ここになんか変わったことはなかったかな。変わったことは、うん、特にないですね。昨日もあの隣の千尋くんとちょっと話したぐらいで、うん、おお、また千尋が。はい、何の話してた。何の話。あ、私あの、うん、漫画が漫画がこう、うん、多分漫画が好きで、うんうんうん、なんていうんですかね、こう自分が好きだった漫画の発売日を楽しみに考えてる時に多分事故ったんですよ。だからそれだけ覚えてて、なんかその話をしたらそういう話聞きたいなみたいな、漫画とかの読み聞かせてほしいなみたいな話をしてたぐらいです。あ、まあまあそうだね。読み聞かせだったら、はい。千尋はちょっと目が見えなくてね。
あ、そう聞きました、目が見えないっていう話、うん、いやでも雷で焼きついたのかもしれないね、発売日が。あ、そうですね、そう、発売日のこと考えたら。もうすぐ、もうすぐなのかい、それ。もうすぐ、まあちょっと後ですかね。うん、はい、もうよかったよかった、退院したらじゃあ間に合いそうだね。そうですね、あ、退院したら間に合うかな、多分。うん、もうきもうすぐ出るから、ね、楽しみにしてます、うん、はい。他にはなかったかな。まあ他には特にないですね。大丈夫、うん、じゃあ今日は最後のお話になるね。はい、うん、なんかちょっと寂しい気もするけども、はい、そうだな、今日はじゃあ臓器くじというのは君聞いたことあるかな。臓器くじ、うん、ないですね。ないか、なんかなんかしけてるね急に。ないですね。まあ臓器くじというのは ある人間を一人積極的に殺して、はい、それより多くの人間を助けることはいいことなのだろうかという思考実験だ。あ、はい、うん、まず公平なくじを健康な人に引いてもらう、うん、当たりが出たらその人は殺される、うんうん、殺された人の臓器をすべて取り出し臓器移植が必要な人々に配る、はい、移植は必ず成功するものとし、くじに不正は起きないものとする、はい、そして人を殺す以外に臓器を得られないものだとしたら君はこの臓器くじどう思うかな。まあいいんじゃないですか、その、うん、臓器くじを引く、まあ、数人の人がいると思うんですけどああその人たちが同意して引いてるんだったらいいんじゃないですか。同意していない全健康な人が対象だったらという話、ね、同意してない人だったら、ああ全健康な人、この地球上に存在する健康な人からくじで選ばれて当たった人が死ぬ、殺される、そして臓器を取り出して、まあ臓器というのはいっぱいあるからね、何人救えるかわからないが多くの人間を助けることができる、はい、どう思う。だったらまあダメなんじゃないですかね。どうして、どうして、うん、うーん、こういうの前提で考えていい話なのかわかんないですけど、うん、まあ、別に人間困んないぐらいにはいるし、ほう、あとはその同意してない人なのが、まあ、良くないかなっていう。それだったら同意する人探して、うん、その人でいいんじゃないかなっていう。おお、だから反対。うん、これしかない方法がないとしても反対。もう臓器移植される場合の人はどっちかを選べみたいなものだったら結構、うん、ああ、トロッコ問題的な。そう、トロッコ問題的なんだったら結構その5人の方を選ぶんですけど、うん、この場合はそうじゃないじゃないですか。そうだね、だからまあそれだったら別にやんなくていいんじゃないかなっていう。臓器移植される側の人は死んでもしょうがない。まあしょうがないっていう言い方すると、まあちょっと冷たく感じるとは思うんですけど、うん、まあでもその人たちのために同意してない人が自分の人生を潰す必要ないかなっていう。なるほどなるほど。より多くの人間が助かるとしても、まあ、同意のない普通に生きていく予定だった人間が死ぬのは違うんじゃないかと。はい、なるほど。じゃあ臓器で移植される側の人間が君だったら、臓器で移植される側の人間だったら、君が臓器を悪くしてしまって、うん、心臓が胃が肺が悪くなってしまって、もう1年も持たないだろう。今だったら臓器くじを行うことができる。賛成するかな。あ、しないです。どうして。一緒。理由は、え、だって臓器くじの人はだって賛成してないんですよね。わからん。だからその、うん、同意してない人の臓器をもらってもって感じなんで、自分にそれを臓器移植されて自分が助かったとしても、うん、なんかこう手放しに喜ぶ人いるかなっていう、家族含めて自分も含めて、うんうん、なるほど。そうだね。じゃあ臓器を移植される側の人間が君の一番大切な人だったらどうかな。自分の一番大切な人でも変わんないですね。ああ、もう賛成しない。はい、しないです。死んでもしょうがない。はい、助けてって言ってても知らん。助けてって言ってても、うん、だからもうそのあれです、行きたいって言ってても、ドナー的な人がいない状態なら、うん、誰もがみんな嫌だって言うんだったらそれは仕方ないかなと思います。おお、死んでもしょうがない。はい、同意してる人か同意してない人かどっちに当たるか分かんないもんね。そうですね。その人が大事だと。そうですね。その一人のそのくじを引いてしまった人の気持ちが大事だと思います、その場合は。なるほど。なんだろう、
すごい一貫しているね、答えが。誰が対象でも変わらない。そうですね、まあ変わらない気はします。ああ、くじ引くのが犯罪者だけとかだったら、くじ引くのが犯罪者だけだったら、うん、犯罪者の健康な人がくじを引いて移植されるわ。それ同意します。おお、犯罪者ならいい。うん、それはどうして。それはまあその犯罪によりますけど、うん、犯罪によりますけど、犯罪によるし、まあいろいろあるけど、まあ簡単に言ったら悪い人だから。うん、おお、悪い人なら死んでもいい。まあ犯罪によるけど、犯罪によりますけど、本当になんか、もう人殺したとかそういう。めっちゃ軽犯罪とかだったら、うん、まあちょっと変わってくるというか、まあちょっともうちょっと考え。万引きとか。るけど、あ、そう、万引きとかだったら、まあちょっとあれですけど、うん、まあじゃあ人を殺したとか、うん、だったら同意します。おお、まあそんぐらいしてくれよと。そんぐらいしてくれというか、まあまあ悪い人だから、悪い人だからっていうことですね、うん、積極的にとは言わないですけど、まあ、そういう制度があったとして、うん、移植される側に自分の大切な人がいるんだったら、それは移植してほしいっていうと思います。おお、くじで殺される側が犯罪者で、移植される側が全然他人だったら、はい、いやでもそれでもいいと思いますけど、なんか積極的になんか同意しますって声を上げるわけじゃないけど、うん、まあいいんじゃないですかねぐらいの、あの何、反対ではないです。まあ賛成してもいいぐらい。そうですね、反対ではないって感じですね。ああ、なんか移植される側の人がすいません賛成してくれませんかって言ったら、まあ賛成はするかなぐらい。ああ、そうですね。ああ、なるほど。まあ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 、まあ、これもまた分かりやすいかな、答えは。ありがとうございます。うん、ちょっと迷った。でも迷った迷いはなかった、答えるのに。いやー、迷いはないよりですね。まあその、うん、やっぱくじに当たった人が、なんかどちらかというと移植される側がどうの人かってより、うん、くじを引いてしまった側の人がどういう人かによって結構迷いは生じるかなっていう。まあまあ人のために死ぬ側だもんね、このくじ側は。そうですね。なるほどなるほど。まあなんというか命に価値があるというか。そうですね、そのくじを引く側の人がね、その価値が見合うかどうかってことだよね。悪い人だったらいいっていうのは、悪い人だったらいいっていうのはもう人の人生を奪った人なので、うん、誰かを殺した人っていうのは、うん、なんか奪われても仕方ないって言い方もまあちょっと、まあ、あんましたくないですけど、うん、しょうがないと感じる。もうだから大賛成ではないです別に、うん、でも反対ではないですっていうのが本当になんかそのままなんですよね。うんうんうん、犯罪者だったら大賛成とかじゃなくて、なるほどね、もう大反対とかではない、うん、反対できないって感じなんだ。そうですね、反対できないですね。なるほどね、賛成というかは反対できない。はい、殺したいと思ってるわけじゃないもんね、だってね。あ、殺したいと思ってるわけではないです、ね、全く。なるほど。いやー、今日もなんだか1日目2日目に続いて分かりやすかったよ、聞いてて。ああ、ありがとうございます。うん、だいぶ記憶も戻ってきたんじゃないかな、自分がどういう人間だったのか真剣に考えてみたというか。あ、そうですね。うん、いや私も何だろうな、話を聞いててて何か頭が良さそうというか相変わらず説明がうまいなと思って。結構初日からずっと言ってくれてますね。 ありがとうございます。すごいよかったよ。さあ、じゃあ退院の用意もあるし、私は一旦この辺で失礼しようかな。はい、うん、午後にはまた退院だから。はい、では聞いておきたいこととかないかな。聞いておきたいこと、うん、午後には退院なんですよね、確定ですか。お、はい、じゃあないですそれぐらいです。ああ、スパッと行くね。はい、じゃあまた午後になってくるよ。はい、お願いします。それと男は部屋から出ていきました。そうですね、まあ、体の調子はほぼほぼ本調子に戻ってる、うん、今だったら歩いて回ることができそうです。おお、隣の部屋に続いている扉、はい、なるほど。え、パッと見た感じ鍵はついてないみたいですね。はい、声が聞こえた側かな、方向的には。千尋くん側ってことですね。うん、千尋の声がした側の扉。これでも、これも
何が使えるんだろう。聞き耳くらいですか。聞き耳、あ、いいですよ、扉に。ここは別に調べなくてもいいかな。調べたかったら調べてもいいですけど。あ、扉の向こうの音が聞きたいなら聞き耳立ててもいいですよ。まあでも聞き耳も別に多分何も別にないだろうから、あんまどうしよう、あんま気にならないな。これ話しかける、あ、いいですよ、とかできるんですか。はい、扉越しにってことですよね。扉越しにです。それってなんか行動のこれって選ぶんですか。いや、声を出すだけなんで声を出せばいいです。あ、わかりました。ちひろくんに話しかけていいですか。はい。あ、ちひろくん。はい。あのね、うん、体調良くなって、うん、今日、え、今日ね、動けるようになったの。あ、そうそうそう、動けるようになって、うん、あのね、午後にはね、退院できるようになった。本当。うん、いいな、おめでとう。ありがとう。いいな。じゃあもうさ、歩いたりもできるの。うん、歩ける歩ける。体もね、ちょっと良くなってきた。よかった、おめでとう。ありがとう。ねえねえ、はい、じゃあさ、ちょっとお願いがあるんだけどさ、いい？いいよ。何？あのさ、僕の部屋ってさ、入れるのかな。入ってこれそう？出るかも。あ、ほんと？うん、じゃあさ、お父さんにさ、内緒なんだけどさ、うん、僕のさ、お部屋入ってきてもらってもいい？あ、入っていいなら。うん、それでさ、うん、なんか恥ずかしいんだけど、あのね、うん、僕さ、もうさ、ずっと自分のさ、体がさ、どうなってるかさ、見てないからさ、うん、あの髪の毛がね、伸びてるとかさ、うん、身長伸びてるとか見てほしくて、うん、お父さんに聞いてもね、教えてくれないの。あ、そっか、2年間そっか、自分の姿は見れてないんだよね。うん、そう、だからさ、あ、はいはい、姉ちゃんに教えてほしいなって思ったんだけど、うん、いい？あ、いいよ。ほんと？うん、じゃあ入ってきて。はい。あ、じゃあ部屋入るっすかね。はい、部屋入ります。はい、隣の部屋、扉を開けたら、薄暗いですね、部屋の中が。はい、部屋の中央がぼんやりと光っていて、そこにベッドがあって、誰かが横たわってます。うん、これはもうベッドの方に行く感じですかね。はい、ベッドの方に行きます。はい、部屋の中央の、ぼんやりと光っているベッドの方に向かうと、ベッドに横たわっていたのが自分自身でした。もちろんあなたは今ベッドのそばに立っています。立って横たわる自分を眺めている。はい、ではベッドで寝ている自分は誰なんだろうか。どうして自分が2人いるんだろうか。異様な光景に、産地チェックをお願いします。チャットパレットの一番上、産地チェックします。成功なのでマイナス1ですね。はい。お姉ちゃん。はい、はい、あ、いや、声が近い。全然通して、はい、お前入ってきてくれたの。うん。ねえねえ、僕の体どうなってる。体ね、うん、いや、特に何にもなってない。あ、ほんと？え、髪の毛とかどう？うん、あ、髪の毛はまあちょっと伸びてるけど、うんうんうん、まあ、別になんかそんな、なんかすごいやばいことになってるとかないよ。え、ほんと？女の子みたいになってない？いや、なってない、なってない。目ってそんな伸びない、伸びない。あ、そうなんだ。うん、よかった。じゃあ、なんかさ、うん、なんでそんな喋り方してるの？大丈夫？ああ、大丈夫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 。ちょっとなんかあれだったから、ちょっと暗くてびっくりしちゃって。あ、お部屋暗いんだ。そうそう、今ちょっと部屋暗くてね、ちょっとぶつけちゃった。あ、大丈夫？うん、大丈夫大丈夫。んー、そういう話をしていくうちに落ち着いてきたのか、声が聞こえてくるのはベッドに横たわっている自分からではなく、その横にあるここからということに気がつきました。え、どうしたの。いや、
全然どうもしてないよ。くっそどうもしてない。うん、またぶつけちゃった。うん、あ、なんか本当にちょっと歩きづらいなって思ってたぐらい。今電気つけた。あ、本当？気をつけてね、危ないから。あ、大丈夫。ねえねえ、ていうかさ、お姉ちゃんさ、お名前なんて言うの？思い出した？退院できるんでしょ？退院はなんか体が健康だから退院はできるんだけど、うんうん、まだ記憶は取り戻してなくて覚えてないんだよね。そうなんだ、残念。じゃあさ、スパイファミリー、うんうん、でさ、漫画、まあ、スパイファミリーって漫画じゃなくてもいいんだけどさ、うん、さ、漫画のさ、読み聞かせしてくれるって言ったじゃん。うん、そしたらさ、その時にさ、一緒にさ、お名前もさ、思い出してたらさ、お姉ちゃんのお名前教えてよ。あ、全然いいよ。もうなんか読み聞かせの時じゃなくても、うん、名前思い出したらもう一番最初に教えてあげる、うん、ほんと嬉しい、うん、楽しみにしてるね。うん、千尋。あ、お父さん起きてたんだね。うん、起きてた。今日はなんだか調子良さそうじゃないか。うん、なんかね、お姉ちゃんがね、うん、お部屋に遊びに来てくれたんだよ。おお、彼女はもう退院だからね。ねえ、羨ましいな。千尋もすぐに良くなるよ。うん、そうだといいな、うん、少し彼女と話があるから、あ、うん、少し休んでおいてもらってもいいかな。なんでそれ僕が言っちゃダメなの？うん、大人の話なんだ。大人の話か、うん、じゃあいいよ。また後で呼びに来るよ。うん、分かった、うん、お姉ちゃんまたね。おやすみ。おやすみ。そう言うと男はシリンダーについているスイッチのようなものを切りました。いや、もうそんなに動けるようになったんだね。はい、体を自由に動かすにはもう少し調整が必要だと思ったんだが、どうかしたかな？いや、このこの、うん、どういう状況なんだろう。そうだね、かなと思って。私は今話してるじゃないですか。なあ、私のこと見えますよね。見えてるよ。でもこの、うん、ベッドにいるのも、うん、自分のように見えるんですけど、うん、これって今どういう状態、どういう、どこから話したものか。なんだろう。息子はね、はい、体の原型がとどめられないほど重傷を負ってしまってる。なんとか脳だけは守ることができたんだ。はい、今このベッドにいるのは君自身の元の体だ。はい、今の君の体はよくできてるだろ。作るものだよ。 よくできてます。すごい。機械の人形に君の脳を移し替えたんだ。すげえ。息子はね、その機械の人形にはうまく接続できなかったんだ、はい、なるほど。機械に移し替えるには少し時間が経ちすぎてしまったらしい。うまく馴染んでくれないんだ、はい。ただこの横たわっている君の体なら、適正率 98% の君の体ならきっとこの子に馴染んでくれる。そして君のその機械の体も君に馴染んでるだろ。馴染んでる、めっちゃ、うん、少し調整は必要だったが、はい、適正率は 97% だったからね。はい、君にお願いがあるんだ。はい、息子のために君の体を譲ってほしい。はい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 。君にその機械の体をあげる代わりに、うん、君の体を譲ってほしい。ただもし君が断るなら 100% 失敗せずに元の体に戻すことができる。うん、どうかな。これって、うん、今自分の脳だけが、これは、うん、体が機械でも記憶を取り戻すこともできるし、うん、ってことですか？記憶も時期に戻るだろう。ああ、なるほど。ってなったらもう少し時間をいただければ考えます。
うん、考えてもらっても構わない。なんか今、うん、このパッと出てくるそのこの私がこの体でいることによって発生する不都合ってあります、うん、何分私にとっても初めてのことでね。はいはいはい。3年は動作を保証するが、それより先はどうなるか私にもわからない。わあ、なるほど。だったら、ただ見た目や人間としての機能は変わらないだろうね。3年か。え、これって初めてなんですよね、うん、もちろん。へえ、いいですよ。理由を聞いてもいいかな。え、3年の保証ってことは、まあ3年の間にいろいろ調べられると思うし、なんかそれで私が3年後以降も生きてるんだったら、この先も脳が生きている人だったら体の機能が死んでても私と同じことができるってことじゃないですか、うん、もうそれだったら一旦私がもう今この状態なんで、この3年で生きてられるかどうかを試そうじゃないけど試験した方がなんか今後役に立つかなと思って、だから、まあ、今もうこの状態で私今結構元気に動いてるし、スパイファミリーのことも覚えてるぐらいだから、多分記憶も取り戻せるからいいですよっていう感じですね。おお、なるほど。はい。ただこの技術が私のものではないとしても大丈夫かな。このもう一回お願いしていいですか。この技術が私のものではないとしても、はい、というのはどういう。3年後も、まあ、その3年の間に研究できるだろうっていうのがあると思うんだけど、はい、これ私だけの技術ではない。はい。一般的な医学的な技術ではない。はい。私が協力を得て今こうして成し遂げているだけで、本当に3年後からどうなるかわからない。はい。それでも大丈夫。はい。別にそれはあんまり関係ないっていうか、別に誰の技術かどうかはあんまり、うん、大丈夫。はい。わかった。じゃあ譲ってくれるということでいいんだね。はい。なんというか、すごいあっさり決断してくれるんだね。あっさり。あっさりというか判断が早いというか。そうですね。あんまりそのうん、迷うところがない。うん、まあそうですね、あんまり不都合を感じてないというか、うん、まあ自分、まあ3年後死んだら死んだかなっていう。そう。え、でも元の体に戻ればもう少し生きられるんじゃないか。あー、まあでもあんまやり、そうですね、あんまりでもどう、なんて言ったらいいんだろう、うん、別にその今の自分の体にどうしても戻って、うん、やりたいことも別にないから、うん、っていうほどの強い理由もないから、うん、まあ、それだったらそうですね、頭は生きてるのに体が動かない、うん、意識が戻らないみたいな人はいると思うんで、うん、そういうのの、まあ、技術のために、まあ、今の自分でそれを実験するでいいのかなっていう。なるほど、わかった。はい。では最後に改めて聞かせてほしい。はい。息子のために君の体が欲しい。君にはその機械の体をあげる。君の体を譲ってくれないか。はい、譲ります。ありがとう。はい。そう言うとあなたの視界がふっと暗くなりました。あなたは気がつくと自分の家の前に戻っていました。失われた記憶も戻っています。病院での出来事も覚えている。
あれは夢だったのか現実だったのか、ふと体のある一部分がよく見ると分かることだが、他の部分と違う色になっていることに気がつく。果たしてその体は本物なのか偽物なのか、それがはっきりするのはもう少し後のことだろう。ではここで何か言いたいことがあれば最後に一言言って終わりになるんですが、何かありますか？言いたいこと？はい、何でもいいですよ。これは自分のこの状況、世界の中のこの状況の自分の心情でってことですか？そうですね。え、これの体どんぐらい耐久力あるんかな？そういう疑問を口にして、シンクする不審は TRPG 片代以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、待って、え、なんか思ってたんとお疲れ様でした。なんか思ってたんとちゃうかったんですけど。どういうのだと思ってたの逆に。なんか、そのテセウスの船だとかいろいろなんかあったじゃないですか、だからもしあるとしたら、なんか最後のところで、その千尋くんに体を渡す代わりに死ぬとかなのかなと思ったんですよ。うん、あ、けど別に知らないんだったらどっちも、うん、もう別になんか不都合ないというか、おえー、なるほどね。そこまでしてくれるんだね。でも千尋に、あ、でも千尋くんにっていうか、あんま関係ない。そこはあんま関係ないですね。まあ関係ない、全く関係ないわけじゃないけど、どちらかというと、その自分の今の状態がレアケースすぎて、もう今のを取っておいた方がいいんじゃないかっていう。おお、すごいな、あまりにも医者感じでした、ね、あまりにも医者だな、ね、あまりにも医者だったわ。あまりにも医者でした。うん、どうでした？え、面白かったです。そう、本当かな、本当か。面白かったですけど、なんかもっと人間性を試されるような、なんか切り込みがあるんかなって、うん、ってちょっと思ってたんで。結構試されてたと思うけどね。最後はだいぶ試されてたけどな。え、試されてた？うん、割と他の人は迷いますよ。あ、そうなんだ。だから最後はなんか、うん、だからそういう本当にトロッコ問題的な感じになっていっちゃうんかなって思ったんですけど、その千尋くんの本体が出てきた時、うん、あ、そういうことかってなったし、なんか最初資料見てもあんまりピンときてなかったんですけど、うん、部屋入る前の時に、あ、適正率ってそういうことかってなって、ほう、その時点でなんか、あ、うちの体と適合してんのかなとかは思ったんですけど、まあ本当になんかどっちも生きてるんだったらそれが一番よくねっていう。なるほどね、はい、すごいな、ね、すごいすごいね、強っ強っ、あれで試されてないっていうのも強すぎるな。強いな、あれ試されてだって、なんかあんまり私の結局回答って人間性なのかな、うん、最後のところってなんかあんまりちゃんと、まあ、でもありのままの自分で答えるっていう話だったから、うん、自分の考えを話してみましたけど、うん、なんか本来だったらその自分の体、その機械の体がどうこうって話じゃなくて、その自分の本体の体、本物の体を人に譲るか、自分に返してくださいっていうかの、そこでなんか人間性を試されるのかなって思ってたから、なんかその答えとちょっと脱線しちゃったかなっていう。してないよ全然。あ、してない、うん、だってそれが一ノ瀬ウルハっていう人間性でしょ、だってその答えが、うん、あ、まあ、確かに正解とかないから、これこの話にそれが正解あるよ。あ、じゃあよかったです、うん、はい、かっけえなって思ったよ。あ、いやありがとうございます、うん、マジでかっこいい、ありがとうございます。すごいな、すごい、いや、めっちゃ早かった全部答えが。いや、わかるね、パパ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 ンって終わってた。特に聞くこともないんだよね俺、ずっと、ね、これはみたいなこと割と聞くんだけど、いつも、うん、特に聞くこともないから、すごいねって言って終わってた毎回そう、結構さらって終わるから、すごいね、確かにあんまり言葉にするのがうまいねって言って終わっちゃった、うん、そうね、全部理由がはっきりしてたからマジ聞くことなさそうだった、ね、そうかも、あんまり揺れないかも、ああいう感じの機械になるってなったら、ええってならない、
いやなんか、うん、私両親が医者なんですけど、うん、だからそれでなんかよく結構なんか医療のドラマとかじゃないけど、まあ、そういうの結構見たりとかしてて前々から、うん、でそれの影響で結構その YouTube とかでも見たりするんですよ。それこそ結構そのなんだろう、意識はあるのに体が動かせないとか植物状態の人とかのやつって、うん、まあ、結構あるじゃないですか、うん、まあ、そういう人が別に助かるルートやんって思って、今の自分の状態って、うん、そこもうちょっとちゃんと言った方が良かったかもな。じゃあなんか人間の技術じゃないんだよ。あ、そういうことなんだ。うん、クトゥルフ神話的な超常的な種族にと信仰があってその技術でみたいな感じだから。ああ、そういうことか。ああ、うん、なるほど。あ、勘違いしてました。なんか他の他人のね、人かと思ってる。お医者さんのそのお父さんの技術じゃなくて他のなんか医療チームみたいな、うん、技術チームみたいなのがあってそこからのそこからの協力も得て開発してますよの話かと思っちゃった。だからそれ別に誰が開発しててもまあ別に良くないっていう感じでした、うん、じゃあ、うん、あの千尋にしかその技術は使わないっていう話だったらどうしてた？その技術を他の人には使わない、うん、まあでも、うん、まあいっかなってなる。すごいね。だからその生きてる保証がある3年間でめっちゃ自慢するわ周りに私マシンなんだけどみたいな、うん、めっちゃ耐久力あるし、うち耐久力やめて9歳の子に体譲ったっていうのでドキュメンタリー作ってもらって一旦そうする。ポジティブやな。なるほどね、ポジティブポジティブなんかな、どうなんだろう。でも、うん、まあそうか、うん、もうおもろいじゃないですか。おもろいっていうかすげーとはなるから、うん、そのまあ、なる確かに自慢したら。そうね、確かにね。だから千尋くんにはちゃんとその話を松代まで語り継いでもらうことを約束させて、うん、なるほどね。そう、お前がいるのはそう一ノ瀬ウルハっていう存在がいたからなんだよっていうのをちゃんと松代まで語り継いでくれる約束があるならまあ全然、うん、なるほどね、うん、ちょっと配信者だなそこね。なんかでも元の体に戻ってなんかそんな執着ないみたいな、うん、ちょっと悲しくなっちゃった俺、うん、いやでもシュンとしちゃった俺。違う、執着ないっていう言い方も、うん、ちょっと違う、まあ、悪いかちょっと違うけど、うん、なんそんななんかネガティブな感じじゃないです。おネガティブな感じじゃないけど今別になんかこれやりてえみたいなの、うん、あんまないし、なんなら別に機械の体になってもできることしかないから、あその横になって漫画見るとか別に誰でも、うん何でもできるから、うんうん、その生身の自分の体じゃない、ことみたいな、相当できないことは特にないから今の自分に、だからまあっていう感じですね。やりたいことがないっていうのは。なるほどね。うん、TRPG うまいよ。本当ですか？やはりマジで。ありがとうございます。スキル使おうとするあたりがやはり、ね、うん、かなりうまい。いやでも難しいですわ。なんか使いたかったんですよもっと。アイデアとか幸運とか、うん、そう回避とか、うん、てか殴られなかったんですけど。殴られないよ殴られる話もあるよもちろん。そのなんか信用とか、うん、まだ最後なんか医者に腹立ったなら殴りかかってもいいよ全然お前大変になってお前舐めんじゃねえぞお前勝手に買いやがってよみたいなあなるほど、うん、あ確かにそういうあれもあんのか、うん、医者を説得することもできるし、うん、まあ、何でも隠れることもできるかも。そっか、説得もできるのか、うん、もっとスキル使いたかったんだ。あ、そう、もっとなんか使えるのかなと思ったけど見た感じ、いやだって料理とか、うん、マジなんで料理って打つ時間必要だったんかなっていうぐらいまあまあ、まあ、これ自分をね、そのナビゲートとか、うん、うん、いらんやんってなって言いましたもんだってこれ面白かった。千尋はどうだった、この患者側から見て。千尋はどうだった、うん、愛着を抱くとか、いい子だなと思ったとか。ああ、いい子だな、いい子だったかな。あんまりいい子だなっていうところを感じるところまで話せてないというか。ほう、あなんか3日じゃ少ないよね。そう、うち、そうですね、3日じゃ少ない。うちが知ってる千尋はもう事故って、うん、多分まあ体がなくて、うん、医者になりたい、あと9歳っていうことしか、うん、わからなかったから、
まあ確かにな。3日じゃ足りないかな。あいちこわかんか。参りました。修行不足っす。いや強いわ。でも3日はそんなもんじゃない？でも3日ってそういう、それぐらいじゃない？まあ、3日であれぐらいしか話さなかったら人となりってそこまでしかわかんなくないですか？まあまあ確かに。まあ。ちょっとちゃうかったな。初めて負けたね。負けた初めて。マジか。え？あもう結構千尋くんに同情してっていうのがあるんだ。いや譲る譲らないはいろいろあるけど。うん、まあ、愛着は湧くっていう人は結構多い。まあ、愛着は、うん、いや子供嫌いとかじゃないですけど。まあ、愛着湧くかってなるとね。愛着湧くかってなるともうちょっと深く知らないと。うん、愛着は湧かないかな。まあ、それはまああれやな、うるはさんのうるはさんって感じするわ。そう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 。じゃあ話していけば話していくほどその人への重要度が高まるタイプだから、うん、あんまり話してないとそこまで肩に感情移入できないかも。すげえな。まあそうよな。普通に考えて、まあ知らん子供が話しかけてきて2日でめっちゃ愛着深かったやったら、まあ確かにそうでもないっちゃそうでもないよな。うん、確かに。なんなら隣いやだってあれ結構微妙いもんな。なんかちょっとやっぱ来てって言われた時に行ったけど、うん、ドア開けて、うん、でもし行かないといけないからなって思ったのもやっぱちょっとあって、うん、行かなかったかも本当に。あったら あの場に、うん、だってそうだね、なんかそうダメかもしれないし、なんか無駄にこう足突っ込んでも、うん、うんうんうん、あれかなっていうので。めちゃめちゃうまいやんロールプレイが。本当は行かなかったかもしれないけど、まあ、行かないとなと思ってドアは開けたけど。ロールプレイがめちゃめちゃうまいやん。デッキが見えちゃってるやん。病院の光景ね。病院だった。ばっちりですやん。向いてるよ TRPG。ありがとうございます。よかった。すごい、うん、めちゃくちゃうまい。すごかった。マジでうまかった。ふぅ。でも9歳なんてみんなバカみたいなこと言ったときちょっとやばかったもん。まずいと思って。笑9歳なんてみんなバカだから大丈夫だよ。いやでもあれは実際本当に9歳で勉強できなくてとか、だから9歳じゃなくても言ってるもん、うんうん、なんか。結構メンバーとかでもさ、私頭悪いからとか言ったりする子いるやん、うんうん、割り算できないからとか、まあ、割り算できないはまああれだけど、うん、ルートの計算できないからとかは、うん、いやルートの計算なんか使わないしみんなできないけどできるみたいな顔してるやついっぱいから大丈夫って、うん、言ってるから結構そんなもん、うん、なるほどね。もうそんなもんね、うん、励ましのためのね。そうみんな忘れてるけど忘れてないふりして言ってるだけだからっていいなぁ、一のセウル派だなぁ。すごいな、人間が、なんかそういう人間だったんだって感じ、うん、俺はそういう人間だ。そういう人だったんだ、みたいな。そういう人っすね、結構2時間ぐらいの自己紹介聞いた感じする、俺ちょっと。あ、そういう感じだったんだ。ありがとうございます。そんなね、なんか同じチームでなんかしたりとかなかったからさ。そう、いや、やってましたけどね。同じチームっていうか、まあ、一緒になんか半年ぐらいかけて案件とかやったりしましたけどね。あ、まあまあそれはね、それは、まあ、いやでも別にそんなそんなでしょ。でもそんなに濃くはないか。そんなだ、いやだってあれいろいろな組み合わせもあったでしょ。なんか俺つまずいって。そうですね、確かに。そうですね。びっくりした今。わ、俺なんか CR カップとか出てたっけと思ってなんかヒヤ。ヒヤって。まあ、確かにそんなにそうですね、あんまり会話っていう感じしなかったですもんね。うん、かなと思って。いやでも全然 GTA の時はこんな感じだと思わなかったけどね。あ、本当ですか。うん、確かに、まあ、人と話してて、うん、配信とかで特に人と話しててこういう自分の考えみたいなのを話す機会ってあんまないですもんね。そうだね。うん、ぜひね、他の人のもね見てください。あ、見ます見ます。なんか見たくなった。結構 V ストメンバーもやってるじゃないですか。うん、もう私より前に。そう、みんなの見たい。みんなね、すごいです。うん、みんなすごいんだ。すごい。すごい。
なんかああいうのこういうのいいですよね。なんかその人の考えもめっちゃわかるから。そうなんよ。確かにそれはおもろい。なんか腹を割って話すみたいなのがちょっとテーマみたいなとこあるんで。はい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 。もう譲らない側のやつはでも見たいですね。結構譲らない気持ちがわからない。いやそういうわけじゃないですけど、うん、譲りそうだと思うってこと。大体結構みんな譲るかなっていうのが思うから、逆にその譲らない、結構なんか感情情にもろいタイプの人多分譲っちゃうと思うんですよ。まあまあそうやね。そうだから譲らないってきっぱり言える人の方が多分なんか少ないのかなって思って、譲らない側を見たいなっていう、うん、ねえ、そんなもんね、見てもらって。じゃあうん見たい。ひどいやつもいるからね、普通にお前脳みそやみたいなお前梅干しみたいやなみたいな。待ってそれなんか喋り方で出てない、なんかピークしてない。いや違う違う違う、決してそれは違う。あそれ決して違う。それは全然違う。うるさい、今ピークしてきてるかと思った。もうピークしてた、まあ、喋り方で、うん、若干貫通してるかと思った。え結構もう何人もやってます。何人やったかな、もうわかんねえや。何人ここに運ばれてきたのか。何年ぐらい運ばれてきたんだ。10人以上はやったな。やってそう。メンバーだけでももう5人目だから。そうだ、ね、なるほど。20人ぐらいやってるのかな、うん、じゃあ。じゃあその梅干しやんけの人探すの結構難しい、ね。みんな全員見てみないと。みんな優しい、でも。梅干し一人ってことですか？いやなんかひどいなっていうやつはでも20人中1人か2人ぐらいだった。こいつやばいなみたいな。おもろ。でやばい、こいつやばそうだなっていうやつちゃんとやばかったりする。ああそうなんだ。いやなんかこの人根っこはいい人なんだろうなみたいな人はやっぱりちゃんといい人。いい人なんだ。うんうん。でも TRPG TRPG あーってるか、好きな人がいるのもわかる、わかった。おお気持ちが。そうですね、なんか TRPG ってもはやなんか TRPG 界隈みたいなのが存在するぐらいなんか好きな人めっちゃ好きじゃないですか。うんうん。そう、なんかそれが分かりましたわ。確かにこれはおもろいってなって、うん、ハマる人もいるよなっていう、うん、終わって、あなんかよく分かんなかったっすみたいな感じだったらどうしようかと。うん、ねよかった。全然めっちゃ分かりやすかったです。逆に2人とももう結構手慣れてるから。いやいやそんな風さんはね。いやいやそんなめっちゃ噛んじゃった今日。だから河川さんもあれってことですよね。その人の考え聞けるのがおもろくて結構やってるんですよね。おうですよね。おもろいよ。えそう、何回もできるからね。そうゲームマスターを河川さんが結構ずっとやってるじゃないですか。うん、暇じゃないのかなって思ってたんですよ。ひでえな。そうでもちゃんとなんか中身見たことなかったんで、なんかもしやる機会あった時に、うん、なんかネタバレになってたらあれだから見ないけど、でもそのゲームマスターをやってるっていうこと自体は知ってたんで、うん、同じシナリオを何回もやってるわけじゃないですか、旗から見たら。まあそうだね。まあまあ確かに。そうか、飽きないのかなって思ったんですけど、人によってこんなになんか答えが分かれるというか、そう行動も分かれるんだったら、まあ確かに面白いのかってなりました。じゃあ見てるやつもね、ずっと見てます多分。あ、そうですよね。何回も見てると思う、多分見てるやつ。うん、今日こいつ何言うんだろうな、この問題みたいな。あー確かにそういうことか。いいっすね。この、うん、この時間って何話すんすか。いやもう終わりだよ。もうじゃあ終わりだよ。この時間何話すんすか、やめてよ。すごい嫌な感じ今の。ないよ別に。いいよ終わりだよ、もう何もないよ。終わり終わり。はいじゃあ終わり終わり。解散解散。違うんです、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 違うんです。すいません引き止めちゃって。違うんです、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 そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、いやなんかこううまく何かゲームとかを通さないで何か会話をするのが苦手だから、なんかちょっといたたまれない気持ちになんかそわそわしちゃって今、どうしようと思って。そうだったとしても言わないでよ。本当だよ。いやなんですか。なんかなんかやなんかやんのなんかやんのかなと思って、肩代のなんかちゃんと定型の。一つに入ってんのかなと思って、なんかこうないないない、あーないない、ただ喋ってただけだよ今、はい、何も考えてないよ。じゃあ終わりましょう。はい、すいません。
ありがとうございました。ごめんなさい。ありがとうございました。面白かったです、マジで。こちらこそ。ありがとうございました。本当に。はい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 。山でやりましょう。はい。山でやりましょう。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。